はい、今回ですね、このサンマのかば焼きをね食べていきたいと思います。はい、今回ですね、この長下のかば焼き、サンマのやつですね。これ昔からあるようなやつなんですけど、でまあ実際これ温めるときには缶のねままやらないようにっていうふうに書いてあるので、容器に開けるか湯煎かなんかですね、これね。はい、ちょっとこれ開けていきたいと思います。こんな感じになってましたけど、でちょっとねこれだけだとちょっとあれですので寂しいですので、ちょっとこのね佐渡のご飯をね一緒にやっていこうと思います。でこれ温めたばっかなので結構熱々なので、でちょっとこれこっちは全然温めてないので、このご飯のこのあったかいところに乗せていこうと思います。何匹分ですかね、これサンマはね。結構これ寄せてっても結構あれですね、あ結構入ってますね。そう、佐藤のご飯これ佐藤のご飯の器にいっぱいになるぐらい入ってますね。なのでこれ一つの缶で二人いけそうな感じですけどね。でまあこれも余ってるのでちょっとこれかけて、冷めてても結構やっぱ美味しいですね、魚のね。これサンマね、あんま食べないんですけどサンマ。これご飯が結構あったかいのでちょうどいいかもしれないですけどね、これね。これご飯にのせる場合は丼っぽく食べた方がいいかもしれないですね、こうスプーンでね。で多分こういうのは困ると思うんですけど、これも意外とかけてもかけた方が美味しいかもしれないですね。まあ、あんまかけすぎると食べづらいですけど、このサンマ丼スプーンの方がいいかもしれないですね。感じで、
この入ってるタレも一緒にかけてあげると、このサンマの脂もちょうどいい感じになるので、少しかけてあげるとね、いいかもしれないですけど、サンマのね、かば焼き丼、美味しかったです。おすすめです。